あいつこっちに気づくんやない。何やってんだ、ボディービルかよ。何あれ、あの裂け目に入ればいいんかな。裂け目かどうかもちょっとわからんけど。え、これ時空の切れ目？違うか。え、そういうことやない？これ。そういうことや。そういうことよ。えい。飛び込めんかった。アイナ様、これは一体？この裂け目、もしかして外の壁画についていた傷じゃないでしょうか？あ、そこ。なるほど。で、そこからポーンって出るわけやね、私。きっとそうに違いないわ。だったらこっから外に出られるかも。てか、傷がついてるとか知らんかった。あー、再び暴れ出したか。誰？なんか違うけど。手だけ？考えてる時間もなそうだな。さあ、行くぜ。やっぱりあの人たちは見殺しなんやね。なんてことは、もう迷いもなく飛び込んでいったやん。ここは自分だけでもとはならない。勇者。脱出した？できた？どこ？おう。出てきたー。みんな無事だよね。あ、いたたた。全員無事かしら。ええ、なんとか。どうやら戻ってこられたみたいね。これで何？一件落着？また吸い込まれん？この壁画の恐ろしい真相を早く皆さんに知らせなくては。アイナ様、村に戻りましょう。え、でもさ、これ、ただ単に口で言っただけやったらさ、いや、お前ら独り占めしたいだけじゃね？みたいな感じにならん？大丈夫？ なんか平和の音楽になったけどさ、どうなん？何にも関係ねえ。なんかあの可愛いメルちゃんが偽物やったというか、実際にはおらんっていうことがちょっとショックなんだけども。なんかちょっとね、ねえ、なんか。まあでも迷子の少女はどこにもいなかったんだねっていうことよね。さあ、おう。どうやって伝えるの、これを。見て、あそこ。え、メルちゃんやん。あ、取り込もうとしよる？あー、なんてこと。壁画の噂を耳にし、旅路ついでに立ち寄っては見たが、お嬢ちゃん、それは本当なのかの？嘘じゃないよ、おじいちゃん。あの壁画を見たら、私の病院すぐに治っちゃったんだ。壁画のご利益で、おじいちゃんも絶対元気になれるよ。ほうほう、なるほど。こりゃ行ってみるしかないの。ありがとうよ、お嬢ちゃん。あー、ダメだー。もうほら、全然迷子じゃないもんね。うわぁ、人の弱みに。あら、それで元気になるのは、あのおじいさんじゃなく、お腹を満たした壁画の方じゃないかしら。来た来たー。嘘、どうしてここに、私の可愛い職士たちが取り逃がしたというの？あなたが、言葉巧みに人々を誘導して、皆さんを壁画に閉じ込めていたんですね。お願いします。もうこんなことはやめて、壁画の中に囚われている皆さんを解放してください。あんたの正体はもうバレてんのよ。おとなしく降参しなさい。なんかめっちゃいじめあるみたい。泣く？泣く？おお。違った。あは。かか。やっけん、その笑い方。せっかく囚われているものを解放しろだと？調子に乗るでないぞ、たかがトリオ風情が。この素晴らしき力は、愛しきあの方よりいただいたもの。人間ごときに差しされる覚えはないわ。不服があるなら我が世界に来るがいい。今度はわらは自ら歓迎し、綺麗に丸呑みにしてやろう。待て、あの方とは一体。かか。消えたー。みんな、壁画に向かいましょう。これ以上あいつの好きにさせてたまるもんですか。あのおじいちゃんは無事なの？てか、こんな場所でしよったんやけん、みんな見とるやろ。ねえ。見たよね、さっきの。うちの宿、良い寝心地だったでしょ？ぜひ今後ともご贔屓に。またのご利用お待ちしてますよ。おや、まだ迷子を探してるんですか？いやー、あなたも大変ですね。こうなれば迷子が見つかるよう、遺跡の壁画でお願いしてみたらどうです？もしかしたら壁画は願いを叶い、聞き入れて迷子のところまで導いてくれるかも、なんてね。ははは。壁画進めてんじゃねえぞ、おい。
あれはよろしくない壁画なんだから。ちょ待って、どこだ。これか、この階段か。めっちゃ軽快に降りてくるね、お姉さん。よし、じゃあもうこれで平和平和、あの人たちは犠牲にって終わりかと思っとったけど。そんなわけやね、そんなわけないね。そんな最悪な勇者おらんよ。さあ、ということでまたしても遺跡に乗り込もう。向かうぜ向かうぜ、ゴー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 。はいはい、来たぜ来たぜ壁画。おじいちゃん無事で、無事でいてくれ。人は増えた？わからん。おじいちゃん、わからんな。まるでアイナたちを招くように、壁画に描かれた美女の胸元が怪しく光を帯びている。壁画の中の世界に向かいますか？もう自由に行き来できるやん。どんな。はい、来た壁画世界。向こう側に行ってみたいんやけど、向こう側にはなんだ、行けないのか？あ、こっちもあるやん。なんかいっぱいあるんやけど。どこかしらからワープできるの？わからねえ。わからねえ。多分またあの、触手のあたりにおじいちゃんがおるんじゃなかろうかと思うんやけど。チョキミラうるさいよ。黙って黙って。はい。ここの扉はあれだよね。光ってないんよね。ん？おじいちゃんいないけど。ここじゃないのか、まだ。ここじゃなく、もうちょっと行った先か。ここ、この辺か？あ、違うな。あれ、どのあたりやったっけ？あ、まだまだ、ここも通ったね。あの先だ！あの先だわ。ほら、あのなんか、あ、ちょっとちょっと、ここから急にでかくなるんよね。あいつこっちに気づくんやない。ね、前回はあの、何やってんだ、ボディービルかよ。前回はね、気づかれんように、気づかれんように言ったけど。すっと。すっと。怖いよー。はい。え、でもさ、この辺乗り越えていったってことやろ？おじいちゃんここ乗り越えれるんなら大丈夫やって。超元気やって。でも思わん？で、この職種のとこまで来るには。お、どこからともなく不気味な声が響いている。響いてくる。かかか、よくぞ来た。身の程知らずの塗料どもよ。もし無事に我が元へたどり着けたなら、その時こそ、わらは自らが貴様らを丸のめにしてくれようぞ。お？思った声じゃない。思ったような声じゃないぞ。お、道開いてくれたやん。ありがとう。さっきまで階段あったここ。何？増えた？うわ、もう霧で見えんやん、この先。なになに？城か何かあるこれ。ちょ、そんな感じじゃない？階段が。壁画世界、呪いの回廊、仮想。上層とかもあるんか、めんどくさいな。この辺なんか飛び込んでいけそうじゃない？何もできんのか。何それ、つまらないな。あの中入っていけるんやない？入っていけんのかな。でも一応地図上には全然そんな表示ないんよね。ってことはもうこのまんま行くしかないか。とりあえずマップに沿って行こうかと思います。何お前ら、よくわからんないけど。あの触手、あの手みたいなやつで、なんか自転車とか掴むんかな。こっちじゃない、こっちか。え、どこや？違う、こっちから来たんよね。こっちから来たっけ？あ、そっか、次こっちね。あ、なるほど。見とる方向が違ったわ。なんかキラキラしよるよ。とりあえず、こっちに行きまして。何あれ、何あれ、なんか串刺し、うえいえい。違うね。行き止まりだね、あれは。なるほど。ってことはこっちだ。え、待って、こっちも行き止まりじゃない？あ、違う、先がある。降りれるのか、ここ。あ、なるほどね。ちょ、見えんかったやん。焦る。
はい、それじゃこっちに行きまして。待って、超迷路なんやけど。めっちゃ迷路なんやけど。こっち行ったらまたあそこやけど。え、どうなん？でもここ行ったら多分行き止まりな感じするよね。え、じゃあやっぱりこっち？こっちからのなんかどっか行く場所ある？てかどこを目指しようかがよくわからんねよね。いい、怖い怖い怖い。やめてよ、そのドスドス。でかいな、お前ら。これで、とりあえず多分、どんどん上の方に、あ、上層来たわ。上層来たわ。上の方に上がっていけばいいんかなと思ったんやけど、なんであの模様。結構もう上まで来たんよね。ん？下がるな、また。お前ら絶対視界に捉えとるのに無視しとるやろ。どういうこと？無視してくれていいけどさ。なんかあそこの宝箱めっちゃ怪しくない？いやー、びっくりした。めっちゃびっくりしたやん。やめてや。消えたよ。お、小さなメダルゲットやったね。なんなん、あいつら消えたやん。どういうこと？お、びっくりした。人かと思った。ね、マットマンか何かかな。そして、向こう側から来たけん、こっちに進んでいったんでいいんかな。待って、どこや。こっちや。こっちこっち。へいへい。なんか上がったり下がったり忙しいな。そしてなんかもうね、一回来た場所なんか、どうなんかもよくわからない。何これ、スタート地点に戻ってない気のせいかな。なんかさ、どこ通っても同じような感じな気がするんよね。いや、ここは、え、来て、え、来たことない、ここ。ここ来たとこやん。待って、あっち側行くね。今視界に捉えたでしょ。いや、しかし自分の肉体美の方が大事。っていう感じがした。あ、ここ、多分ここや。触れたの、それ。それ触れたの、マジで。私ギリギリ通っていけるやんって思ったのに、いけんかったわ。くそー、なんてこったい。あ、みんな逃げるってことは、もう普通に真ん中通ってった方がいいわけやね。なるほど、じゃあそうしますよ。なんか一人逃げたけど。はい、一人逃げたけど。てか弱。いけい。はい。これやったらまああれかな。もうそんなに群がってくることもないか。弱いし。はい。じゃあ今あれやね。起き上がりもせんやん、こいつら。どういうこと？あ、仲間がやられた。仲間がやられた。知らないふり、知らないふり。え、ひどくね？ ひどくね？もうちょっとなんか仲間を思う心とかそういうものはないのかね、君たちには。さっきからさ、要所要所にこいつおるんよね。邪魔だよ。ポージングして、いやー、当たったの？マジで？いや、ちょっとその、ふんじゃなくて。ふんじゃなくて、ポージング、マッスルガードって言うんやね、君。オッケー、オッケー。やっつけれるかな？弱い。弱い。ちょ、その筋肉見かけ倒しかよ。はい、お仲間さんはお亡くなりになったよ。そして、みんな頑張るぞ。何それ、何それ、ビシかっこよくね。自分の肉体、やっぱりそういう感じ。自分の肉体に見とれんなよ。燃やすよ。燃やすよ、君。あ、ありがとう、せいにゃ。聞くんかな、そういうの。聞くんかい。しかもセクシービームでやられるという。女の子に弱いんやね。さあ、ということで、見かけ倒しなマッスルガードやっつけまして。でもまあ、これ、いかに進んできとるね。ちゃんと。だんだんちょっと確信に迫ってきてるような気がしなくもないよ。めっちゃ普通に通った。はい。だんだん多分これね、ちゃんと近づいていきよるはずやけん。行くぜー。ふよふよ言ってんじゃねえぞ。またマッスルガードおるやん。うえ、びっくりした。
なんだなんだ、襲ってくるわけでもないのかよ。出てくんなよ、じゃあ。脅かし要因かな？何してんの？踊ってんの？おいし。なんかこう、本当にちゃんと進みよんかどうか不安になるよね、こういうの。中層になったよ。一旦上層まで上がったんやけどね。何がなんだか。お、なんかあそこに、お、あそこなんかセーブできるとかあるよ。ということは、お前ら気づいたんなら動けよ。という、あそこなんかあるやん、確実に。はい。お、どこからともなく声が。お祈りしましょう。はい。ということであれよ。こういう場所でのセーブは肝心です。きっちりセーブして頑張っていこうぜ。あれやん、メルやん、メルちゃん。メルちゃんっていうぬいぐるみ人形を昔あったことない。追い詰めたわよ。なんか子育て用みたいな感じの。追い詰めただと？かかか、何を勘違いしているやら。わざわざ餌の方からディナーの皿へ乗りに来ただけというのに。かか、本当におバカな子供よの。なんだなんだ、子供の姿しやがって。なんなん、本体は絵なん。わらは美と芸術の化身、メルトは。その真の姿を貴様らのマナコに焼き付けるがよい。メルトアから取ってメルちゃんなんやね。なるほど。お、実物来たー。待ってよ、待ってよ、目が怖いよ。それ以外は綺麗な気がするのに。やっと元気を寝てますね。人を騙して絵の中に引き込み、丸飲みにして吸収する。やっぱり悪趣味よ、あんた。でも、どうしてこんなことを？かかか。人間など、わらわを彩るための塗料に過ぎぬ。美の一部となれる奇跡に、むしろ感謝すべきであろう。ああ、あの方より賜った次元を超え、人間どもを吸収する力。そのなんと素晴らしいことか。わらわはこの力を使い、いつの時代も、浅ましき欲望に抗いぬ、愚かな人間どもを救ってやっているのだ。そう。わらわという思考の芸術を彩れること。これぞ壁画が与えし、誠の幸福と知るがよい。ちゃんと目を描いてもらおうよ。来ます。アイナ様、お気をつけて。うおー、来たぞ来たぞ。倒すぞ。メルトアが現れた。ファサ。お、みんな。頑張ろう。呪文の威力がかなり上がった。いいね、いいね。全然大丈夫。アイナの心の鍵を解き放った。何それ。魅了されんなし、あんなのに。あー、ダメ！いやー、脳天真っ二つ。そんなので言えないって。お、対抗するか、マルティナ。まさかの結構ダメージあるっていうね。いやー、ちょ。あのお方はこんなに美しいのに。うちのパーティーの女どもは、ってなってるってこと？あは、ちょっと、びっくりした。殺されたかと思ったよ。やめてよ。あ、しかし、今の痛恨の一撃で我に帰ったわ。ありがとう、せいにゃん。大丈夫？バイキルトかけてさ、バイキルトかけてからの混乱したりとかしたら最悪よ。連携。いや、でもこれまだね。一人だけやもんね。ちょっと誰かとの連携とか。誰かゾーンに入ろう。入ろうって言って入れるもんじゃないけど。アイナの力に鍵を。なんですって？デコピン！手がでかいから。そういうこと？そういうこと？イオラバシ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 。もういいや、とりあえず連携使ってやろうか。敵前で竜巻をまとった体験で投げ払う。いや、でも他のとの連携の方が多分。お、ちょ待って、もうすぐいけるんやないんこれ。ツッコミなんでやねん。あー、でも特技やけんね、魔法は使えるけん大丈夫。多分これそろそろ
そろそろやっつけれると思うけん。ちょ、最後はね、アメで戦ってんじゃねえぞ。サイクロンギリー、セーニャとの連携技やん、これ。もう一人やったら連携じゃないよね。全然最後じゃない。くっそ、最後主人公の連携で終わらせたかったのに。何、誰が終わらせたよ。ビシッ。イエーイ、神がレベル39。お、シルビアレベル35。やったね。バカな。貴様ら一体。おのれ。だが、まだ終わらぬ。我が動物種。動物種たるあの方が、偉大なるウルノーガ様がおられる限りは。ウルノーガじゃと？か、ウルノーガ様の世が実現さえすれば、いずれわらわも再び。待ちなさい。あなたはウルノーガを知っているの？か。貴様らに壁眼呪いあれ。ウルノーガ様、どうか祝願を。永遠なる命の力をその手に。くわ。多分ね、ウルノーガのようになったところであなたは再び復活することはないんじゃないかと思うよ。使い捨てだと思う。悲しいことに。まさかここでウルノーガの名前を聞くことになるとは。奴はかつて、とある王国の最小に取り付き、その国を滅ぼしたというが、プアチャット遺跡の文明がそうであったか。なるほど、ここが滅ぼされたんか。永遠なる命の力と言っていましたね。それこそがウルノーガの狙い。やつめ、一体何を企んでいるの？お、魔法の鍵。思ったよりでかくね。これは、魔法の鍵か。これを使えば、今まで開けられなかった扉も開けられるようになるじゃろう。そう、私、ドラクエでね、こういう、でかいな。こんなでかいんや、魔法の鍵って。アイナは魔法の鍵を手に入れた。魔法の鍵の模様がついた扉を開けられるようになった。私、こういう魔法の鍵だとか、最後の鍵だとかあるやんか。そういう鍵を集めて、もう今までのところ全部回って、もうひたすら開けていくのがめっちゃ好きやったよね。昔ドラクエ5をしよった時かな。めっちゃ楽しかった。こんなところにこんな感じのものが。こんなところにこんな人が、みたいな。予想外の収穫もあったし、上出来と言うべきか。それに、まずはここから脱出するわな。では行くとするかの、アユナ。行きましょう。みんなはもう外？無事ですか？はい、出てきた。お、みんな無事。さっきのおじいさんもやっぱりもうすでに取り込まれとったんか。やれやれ、ひとまず一件落着ってとこか。記憶はちゃんとあるんかな？なんだなんだ？いきなり祠から人が溢れてきたか。なんで来たの？って、なんだこりゃ。おお、いなくなってる。あんたたち、壁画の絵をどうしちまったんですか？起きたかい、ブブーか。助かったんだ。元の世界に戻ってこられた。ざまあみろ、壁画め。おお、ちゃんと記憶あるんやね。よかったよかった。じゃなかったらね、ここが悪い場所っていうことが全然伝わらん。元の世界？壁画？一体何があったんです？それはね、カクカクしかじかで。なんだって？この壁画がそんな恐ろしいことを。なんか説明だいぶ短かったね。いや、なんとお礼を言えばいいのやら、さぞお疲れでしょう。せめてうちの間に泊まっていってください。この人はまあ悪い人ではないみたいやね。なんだ、もう泊まったのか？おはようございます。では、行ってらっしゃいませ。それだけ？もうちょっとねぎらいの言葉とかないのかよ。私は村人、旅人も救ったんだぞ。救ったんだぞ。勇者だぞ、私は。ん？あ、びっくりした。夜かと思った。朝か。ああ、忙しい。おや、アイナさん、もうご出発ですか？いやー、あなた方には感謝してますよ。おかげで村は大助かり。新しい商売も始められそうです。何新しい商売って。幸福を招く壁画ってのはもう古い。これからは人々を閉じ込めた呪いの壁画。
これですよ。刺激的な売り文句でしょ。そこ売りにする？おっと、こうしちゃいられない。夜なべして作った壁画の複製、旅人たちに売り込んでいかなきゃ。前向きだな、すげえな。やれやれ、あんな事件があったというのに、この村は変わらずたくましいな。わしらもこの活気に負けず先へ進まればな。魔法の鍵により新たな道も開かれよう。それに今回の件で確信も得られた。この地で起きた悲劇と今のデルカダールはよう似ておる。あの国にウルノーガの魔種が伸びているのは間違いないじゃろう。そういえばネルセンの油田地下に近くにあるバンデルフォン王国跡に魔法の鍵で開く扉があったな。まずそこで扉を探すとしよう。バンデルフォン王国跡ね。なるほど。どこかちょっと忘れたけど。お父様、行きましょう。アイナ、永遠の命の力、何かはわからないけれど、ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。壁画世界の解放者、悪しき壁画の魔物メルトアを倒し、壁画世界に囚われていた人々を解放した勇者に贈られる称号。誰から贈られてんだ称号。ちょっとよくわからないけれど、ほい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、じゃあとりあえず次はそのなんとかかんとか城跡に行けばいいと、そういうことやね。オッケーオッケーオッケー、そこで扉を開こう。